にちは。スピリチュアルの女神です。ツインレイと出会うとなぜか触れたいと思ってしまうものですよね。これまで付き合った人に対してはそこまで強く思わなかったのに、なぜツインレイが相手だとこのように思ってしまうのでしょうか。男性なら女性を抱きたいと思うのは自然なこと。しかしツインレイの場合、女性も男性に触れたいと強く思ってしまいます。ツインレイの恋愛といえばロマンチックなものを思い浮かべてしまうものですが、触れたいという思いはそれに相反する欲に思えてしまいますよね。体ばかりを求めてしまうことに罪悪感すら覚えてしまう人もいます。しかしツインレイの恋愛において、互いが互いの体を求めてしまうのは自然なことです。どのツインレイも同じように出会った頃は相手を抱きたい、触れたいと思うものですので、気にしすぎないようにしましょう。ツインレイの体を求めることは自然なことです。ツインレイ同士が出会うと様々な理由により相手を、体を強く求め合います。男性は当然ですが、女性も彼のことを強く求めてしまうのです。これはツインに起こる生理現象のようなものですので、そこまで深く考える必要はありません。どのツインレイにも男女問わず起こる現象だからです。特にこの欲求が強くなるのは出会った頃です。ツインレイ同士が付き合い始めると、毎回のように何度も体を求め合います。男性は今まで以上に性欲強くなります。女性は今まで気持ちいいと思えなかった人でも気持ちいいさを感じられるようになったり、性に積極的になったりするのです。その突然の変化に戸惑うこともあるとは思いますが、自然なことですので気にしないようにしましょう。ツインレイの身体を求める理由。ツインレイと出会うと、なぜツインレイは二人ともが相手を抱きたいと思うのでしょうか。そこでここからはツインレイを抱きたいと思う理由について解説していきます。ツインレイを抱きたいと思う理由は、ツインレイ同士が出会うと性エネルギーの交流が行われるからです。ツインレイは出会うことで互いのエネルギーの交流が激しく行われます。それにより互いの性欲が強くなってしまうのです。性エネルギーの交流により、これまで性欲がそこまでなかったという人も強い性欲を感じるようになります。常に相手のことを考えたり、一緒に過ごした夜を何度も思い出してしまったりするのです。しかしこの性エネルギーの交流は、出会ったばかりの頃に一番激しく行われるため、付き合いが長くなると落ち着いていきます。そのうち相手の体を求める回数も減っていくため、性欲が強い状態が維持されるわけではありません。一つになりたいという欲求がツインレイを抱きたいという思いを強くさせている部分も、ツインレイは魂を分けた存在です。魂を統合させることを悲願としているのですが、肉体的な統合といえばやはり営みですよね。魂を統合させたいという魂の欲求はツインレイにも伝わります。そのため肉体的な統合である夜の営みを行い、一つになりたい魂の欲求を満たしているのです。実際に何度も行為を行うことで、ツイン同士のエネルギーの交流は激しく行われ、魂も磨かれていきます。統合するために必要な行為ということですので、ツインレイにとっては大事なことなのです。ツインレイを抱きたいという思いは、相手を受け入れたいという欲求が元になっています。ツインは運命の相手で出会って間もなくして、互いにそのことに気づくものです。互いを運命の
相手だと思っているということは、相手のすべてを受け入れたいと思いますよね。また、魂も統合するために、相手のエネルギーを、すべて受け入れる準備ができています。だからこそ、性欲が活発化するのです。魂の喜びが、性欲に影響を与える場合もあります。魂にとってツインレイは、やっと出会えた自分自身の片割れです。出会えたことだけでも嬉しいですし、早く統合したい気持ちも、その瞬間から強くなります。統合したいという強い欲求は、体に性欲という形で表現されます。つまり、とにかく嬉しいという気持ちが、相手の体を求める気持ちへとつながっているのです。ツインレイに触れたいという思いは、純粋な性欲というよりは、感動に近いものだということです。そのため、ツインレイが相手を抱きたい、と思うのは自然なことなのです。ツインレイは、出会うことで、互いのエネルギーを、交流させることになります。相手のエネルギーを受け入れ、また、自分のエネルギーを相手に与えるのです。それにより、魂のつながりは強くなっていきます。この時に起きる現象がテレパシーです。これは、相手の気持ちがわかるようになったり、相手の感情を自分も共有したりするという、ツインレイによく起きる現象です。相手が性欲を感じていれば、あなたに伝わったり、あなたの欲が相手に伝わったりすることもあります。つまり、互いが、互いの性欲を高め合っているからこそ、ツインレイを抱きたいと、強く思ってしまうのです。これまでにない快感を得られるから、性欲がますます強くなってしまうというのも、ツインレイを抱きたいと思う理由です。ツインレイとの営みは、性エネルギーの交流により、どんな行為よりも気持ちよくなることができます。女性の中にはこれまで、行為自体があまり好きではなかったり、気持ちいいと思ったことがないという人もいたりするでしょう。しかしツインレイが相手であれば、初めて気持ちいいと思えることも多いです。そのような快楽を覚えれば、もう一度味わいたいと思うのが当然です。それにより、何度もツインレイを抱きたい、触れたいと思うようになるのです。ツインレイを抱きたいと思う理由について解説してきましたが、ツインレイ同士が体を求め合うは自然なことです。むしろ、それは統合するために必要な行為となるため、制限したり、罪悪感を覚えたりする必要はありません。いずれ性欲は落ち着いていくものですので、自分が求めるものに正直になって、幸せな付き合いを継続していきましょう。以上、いかがでしたでしょうか。皆様のご意見、ご感想をどしどしお待ちしてます。チャンネル登録、よろしくお願いいたします。